こんにちは、 AKB48 チームエンターテインメント代表のハルピョンこと橋本アルナです。イエイ。あ、まただAKB48 チーム B のハルピョンこと橋本アルナです。もうやだやだ。ということで配信をしていきたいと思いますけれども、今日はこの後 CD や、てか昨日ね、みんな申し訳ない、髪型はもう巻きました。巻き終わった後、うん、ちょっと昨日仮眠って思って、いやもう寝たら、もう本当に昨日眠すぎて、もうとりあえず寝ようと思って、でもみんなにはなんかハルピョンが全然なんか音沙汰なく、ピョンマービーもショールームも何もない、メールもない、お休みもないしと思って、どうしたのって思われたくないから、みんなには755にね、ちょっと仮眠しますみたいな何も音沙汰なかったら察してくださいって言ったんですけど、あの後起きたら2時でした。おはようございます。はい、すいません、すいません。10時9時過ぎぐらいに寝てそう、9時過ぎぐらいに寝て起きたら2時だった。いや10時ぐらいに、まあ、とりあえずアラームかけたんですよ、仮眠仮眠と思って、そしたら起きれなかったです、ごめんなさい。ただあのあと2時に起きてピョムービーだけとりあえず出してそう、ピョムービーだけとりあえず出して寝ました。でもあの後も寝れなくて、結局なんか5時ぐらいまで起きてた、3時間ぐらい起きてた。そうだからなんか絶妙なんですけど、まあまあまあいいでしょうということで、まあ、よく寝ることは大事なのでね。今日はそのお渡し会のためにメイクをしていきたいと思います。で、時間が間に合えばネイルもしていこうと思っているので、ちょっととりあえずメイクを完成させていきます。今日朝っていうか、まあ10時9時ぐらいに起きて、で溜まってるドラマを見ながら髪の毛を巻いてました。いい感じ。で、パックして乳液してクリーム塗って、今めっちゃお肌もちもち状態。アーターさん、金色だるまありがとうございます。今日めっちゃ暑い。マジ？でもあれですよね、私終わったるの9時とか、ん8時半とかなんですよね。そっからってなったらめっちゃ寒そう。逆に夜寒そう、うん。昨日初めて配信に来たら終わるタイミングだったから、今日これで、え、今日今始まったタイミングです。おめでとうございますD さんハートありがとうございます。今日私が行きます。めっちゃ楽しみ、待ってます。帰りは寒いかも。え、ですよね。だからもうなんかさ、なるべくあったかめの格好をして行こうと思ってます。東京夜21度だって待って、21度で寒いって言ってんのやばいよ。みんな21度で寒いって言ってんのマジやばい。それはやばい、バグってる感覚。感覚バグってる。あ、風速6メートルだから風が強そう。なるほどね。それは寒いわ。
そういうことか。それで寒いって言ってんのか。友達に AKB を勧めされて公演の動画見たらハルピョンのパフォーマンスとかに惚れました。やったー、ごめんこんなすっぴんでありがとうございます。こんなすっぴんでなんかたわいのない配信をする女なんですけど、よろしくお願いします。今日はなんか明日も早いじゃないですか、朝。皆さんみんなも早いと思うんですけど、パシフィコ横浜だから夜は多分配信しないです。その予定でも今の時間は割と長い時間、出るまで時間はあるので長い時間配信できるので今楽しんでってください。いや明日パシフィコ横浜ですよね。そうですよね。はい、なのでぜひ今を楽しんでください。明日はパシフィコ横浜でお話し会があります。おー、今日は、原宿表参道で何でしたっけ、お渡し会があります。場所的には原宿、なんか原宿表参道店みたいな、なんか謎の店の名前でしたよね。なんかコワーキングなんちゃらなんちゃらみたいな謎の場所なんで、ぜひ来てください。ワーキングホリデーなんちゃらですちょっとあんま分かってない、連れて行かれるがまま。ラフォーレの向かい側、ラフォーレが分かんない。
原宿。なんか裏原ってよく言いますよね。でもどっからが表でどっからが裏なんだろうっていつも思いながら裏原宿っていう言葉を聞いてます。カフェは2階4階にくら寿司、待って行ったことあるかも。え、私あのなんかすごいすごいくら寿司みたいなところに1回友達と行ったことあるんですよ。え、そこかな。え、そこかも。え、ワンチャンそこなんですけど。くら寿司って言われて分かった、やばそこか。え、なんかなんかねすごいくら寿司があって、なんかそうなんです、すごいくら寿司があるんですよ。え、行ったらここだってなると思う。めっちゃ人気店らしくて、なんか友達が知っててそこに行ったんですね、前に、めっちゃ前。そう、なんかクレープとかもあって、サラダクレープみたいなのもあったりとかして、でなんかその時になんかその私たちが結構夕方ちょっと前ぐらいに入ったんですよ、そのくら寿司に。そう、今なら空いてるんじゃ、なんかその友達が行きたいってなって、で今なら空いてるんじゃないってなってそこ行ったんですね。でそれで私たちが食べ終わって、でふーってなった後になんかまあなんか全然そんなそこでもなんかそめっちゃ食べたかったわけじゃなくて、私も友達もなんかそこのくら寿司に行ってみたいみたいな、その友達がそうだったから行ったら、え、なんかすごいねってなって、でなんか 2,3 皿ぐらい食べてめっちゃ喋ってたんですよ、もうそれ以上は、それ以降は。そうめっちゃ喋ってて、で結構まあ、6時7時ぐらいになって、6時ぐらいかなになって、じゃあそろそろなんか出よっかってなって出たら、もうなんか人みたいな、やばくて、そうめっちゃ並んでて、だからえやばみたいな。あれでよかったねって、私たち全然混んでる時間じゃなくてよかった、ほんと空いてる、もうなんかピンピンピン、はいはい入れますみたいな感じだったんですよ。だからよかったねってなって、え、そこかな。え、なんかさすごいなんかさ提灯みたいなぶら下がってるとこですよねえ、わかるかな、そのくら寿司知ってる人ならわかると思うんですよ。え、違うかな、何時間滞在。え、でも2時間3時間ぐらいお寿司の皿お互い 2,3 皿ぐらいやばい。いやでもお腹空いてなかったんだよね。そう、エンドレッドさん、ハートありがとうございます。え、あとなんかめっちゃなんか高かったお寿司が、だからなんか食べる気にならなかったそう、富山でいいやんってなっちゃったそうなんですよ。なんかさ、くら寿司ってさそのお店によってさ値段変わるんですよね。なんか150円のお店とか100円のお店とか全然違くて、そう富山だったら100円なのにって思って高いやんってなって、2,3皿で終了
お腹空いてなかったし。そう、店舗によって値段違うんですよ、全然。なんで私の方がめっちゃ知ってる。みんなはそっか、くら寿司さんみたいにさ、なんかね、あのすごい、なんて言うんですか、若者の味方のようなお寿司のお店じゃなくて、もうすごい高価なお寿司のお店に行くから、みんな知らないか。ありがとう、若者の味方回転寿司チェーン店大好き、ありがとう。めっちゃおもろい。そういうことか。いい生活を送られているようで。何よりです。ツアー終わりに富山駅の回転寿司を食べてレベル高くてびっくりした。どこの富山ツアー終わりで、あん時は富山駅全然まだまだだったから、そう、開発とかが進んでなかったから、今より全然、あのオーバードホールもめっちゃ行きにくかったじゃん。どこのあれだろう、え、わかる、くら寿司のラーメンめっちゃ美味しいよね。めっちゃわかる。え、鯛だしラーメンみたいなあるとこってくら寿司でしたっけ、はま寿司どこだっけ、スシロー、めっちゃ美味しいんですよ。そう、鯛だしゆず塩ラーメンみたいな。めっちゃ美味しい。私はスシローだった。最初に寿司で食べるネタ、え、てか最初にってか、私がだいたいお寿司屋さん行くと食べるネタ決まってて、サーモン系とか、サーモン系、ブリ系、カンパチとか、そこらへん、ブリトロ、あとはタイ、白身、白身よく食べます、白身美味しい。ビンチョウマグロとか食べる。めっちゃ回転寿司の感じ。いや、もちろん私前にあのドボンさんの企画のあれで、あのなんかすごい高い銀座の青山のシースーを食べに行かせていただいたんですけど、とかいっちゃん KNB さん の橋本春奈のやってみちゃで、あのあゆみ寿司さんっていう結構有名ないいお寿司屋さん、回らないお寿司屋さん行かせていただいたんですけど、やっぱ違うっちゃ違うんですよ、全然。もうなんだろう、もうなんかほんととろけるみたいな感じ。でもなんかそれはご褒美の時でいいなって思う。なんか私の口はあの本当そんな高いものをバンバン入れるとすぐ満足、お腹いっぱいになっちゃう。でも本当リーズナブルなあのお財布に優しい回転寿司店さんはもう本当ありがたいって感じ。
もうなんかこれからもよろしくって感じ。本当に。全然。なんかそういうご褒美企画とかの時っていいです、うん、やっぱ違うのは違うんですよ。そりゃそうやって勝負されてますから、回らないお寿司屋さんとかは。でもやっぱ普通にうまいもん、普通に回転寿司うん、トラックエローさん金色だるまありがとうございます。エンドレッドさん金タコありがとうございます。パンダさんハートありがとうございます。ぴょんちゃんが席外している間にめっちゃわさび入れ込みたい。仕返ししてあげる、その倍で倍で仕返ししてあげるから、その覚悟が終わりならどうぞ。寿司食いねっていう黄色のお店の看板のお店、あ、富山にもありますよ。はい、石川だけじゃないです、富山にもあります。貝食べない、ごめん、貝食べないんですよね私。食べるけど、なんか進んで食べようってはならないって感じ。あれば全然食べますよ。例えばお刺身盛り合わせとかがじゃあ出てきたとして、そこに貝がついてたら食べますけど。納豆巻きは私めっちゃセブンの納豆巻き好きだったんですけど、なんか今そのセブンの納豆引き割り納豆巻きみたいなめっちゃ好きだったんですよ。でもなんかさ、昔はさ、そう自分で海苔巻いてなんかっていうスタイルだったのに、なんか今もう巻いて売られてて、引き割り納豆巻きだけ。そう、普通の納豆巻きは自分で巻くスタイルなんだけど、引き割り納豆巻きだけ巻いて売られてて、それが私どうにも解せなくて、なんか海苔がパリパリじゃないんですよ、もう巻いてあると。やっぱりパリパリだけに、やっぱり海苔がパリパリじゃなくて、だからあれから食べなくなりました。マジで戻してほしい、セブンの開発の方見てたらお願い、マジでお願い、マジで戻して。引き割り納豆巻き大好きだったの、セブンの。え、もうほんと永遠に食べれるってぐらいずっと大好きだったんですけど、もう海苔が巻かれるようになったからは食べなくなりました。え、お願いします、戻してください、本当に本当にお願いしたい。いや、わかるよ、巻いてくれて親切っていう意見もわかるんですけど、違うんだよね。え、食べました、食べての評価です。私のこれは食べてしなしなしてての評価です。はい、本当に戻してほしい。え、だからさ、よくさ、あのやってるじゃないですか、テレビでさ、なんかセブンのなんかスイーツみたいな、なんかラーメン屋さんみたいな、ああいうのの
開発の人にマジで頼みたい。もう直談判したい。本当にお願いします。戻してください、ノリを。ノリ自分で巻くスタイルに戻してください。本当にお願いしたい、これだけは。なんか普通の納豆巻きはちゃんとそう自分で巻くスタイルなんだけど、引き割り納豆巻きが謎になんかそうなっちゃったの。本当につらい。あれ以降消費者が一人減りました。セブンの引き割り納豆巻きのここの一人。本当お願いだから戻して。こんなに熱望してんのやばい。でもマジでそれぐらい本当戻してほしい。大好きだったのに。あんなに好きだったのに一気に買わなくなっちゃった。セブンの梅ひじきのおにぎり美味しかったでしょ。はい、来ました。ですよね、美味しいんですよ、美味しいんですよ。これはマジでおすすめ。永遠に勧めます。めっちゃ美味しい。あれ梅ひじき、なんかデカデカ梅じゃなかったら私梅食べれるんですよね。あとめっちゃ酸っぱいとかじゃなければ、なんかあれぐらいの酸味感の梅だったら食べれる。そう、ちょっとね、あの120円とかのおにぎりよりちょっとお高い、150円ぐらいなんですけど、めっちゃ美味しいんで。他にもセブンのもち麦梅昆布みたいなやつ美味しいです。ぜひ皆さん食べてみてください。お腹空いてきちゃった、そんな話してたら。でもさ、カフェでさご飯食べれるかもしれないんでしょ。なんか仰天とか食べてた。え、昨日レミちゃんも食べてました。私食べる気満々でお腹空かせていくんですけど、あります？レミちゃんとか昨日食べてました？え、大事、めっちゃ食べる気満々でお腹空かせていくよ。なかったらどうしよう。ガパオライス食べてた。ハータンも食べてました。え、それいつ食べてました？え、頭に食べてました？終わりに食べてました？終わってからだったら私お腹なくなってるかもしれないけど大丈夫そう。先食べてた？え、どっちなんだろう。え、めっちゃ食べる気満々でいきますけど大丈夫そう？どっちなんだろう。お腹鳴る。だから先に欲しい。先に欲しい。え、なかったらお腹と背中くっつくぞって感じ。うん。無理無理。
めっちゃお腹空いてます。今日朝から何も食べてないわけじゃないですよ、さすがにそれはないんですけど、お腹空いた。ヨちゃんとあやみんは終わった後、おー終わった、はい橋本、私かいずっと腹減らし腹ペコな青虫になりながらお渡し会させていただきます。でも8時半とかに終わってさ、そっからご飯食べんの？やば。ファンから差し入れ、そうですね、ぜひアンしてください、お願いします。セナタもワクワクしてるらしい。はい、かわいい、無理、かわいすぎる、どうしよう。あ、今日、まあいいが、もうやっちゃったからいいや。違うメイク道具でやろうと思ってた。ファンが食べるところ見れるみたいだから余計にお腹空きそう。セナタンと喋れる自信ないから助けて。え、セナタンもそう思ってると思う。どうしよう、ピョンちゃんのファンと喋れる自信ないやって思ってそう。でも私もそう、セナタンのファンと喋れる自信ない、どうしよう。え、一人どれくらい、結構あります。でもサイン書いてる間喋るんですもんね。え、どうしよう。え、てかもし私本当なんか昨日もなんかちょっとウェルシアさんのサイン書いてたんですけど、ノリと勢いでハートの中に8って書いちゃうんですよ。だから間違えたらごめんなさい本当間違えたらすいません。セナタンにはうちの推しが変なドッキリかけてごめんなさいで OK。 おいおい、こっちもかけられた側だ、ほぼ。ウェルタンのサイン入りポーチ欲しかった。はい、名前間違えてる時点であげない名前間違えてる時点であげない、もうダメです。飢えたんですよ。誰ウェルタンって。厳しいよ、ハルピョン。だってウェルシアさんはいつもお世話になってますから、本当に。いや本当にそう、めっちゃお世話になってます。私自身もともと普通に AKB としてじゃなくて普通に薬局としてお世話になってましたそうだからウェルシアさんとなんかって聞いた時めっちゃ嬉しくて、へみたいな。え、なんかやっぱ普段からさ、そうやってさ、なんかなんて言うんだろう、なんか使わせていただいてるとか言うとあれですけど、なんか身近にあるものとかお店とか場所とかと一緒にこうコラボさせていただけるのって本当に嬉しくて、そうそうそう、だから KNB さんとのお仕事もめっちゃ嬉しかったのって、やっぱなんか富山県民いっちゃん KNB みたいな、 KNB さんみたいな
よく見るよねみたいな感じだったので、そう普通に嬉しかったです。しかも地元の冠コーナー、お腹鳴ってる、お腹鳴ってる、やだやだやだ、明日も朝9時前からメイクしなきゃいけないんでしょ、無理なんだけど、あマジですっぴんがいい。てか個別お話し会の前にオンラインで一回お話し会やりたかった。なんでかっていうと個別お話し会は名前出てこないじゃないですか。え、マジでやばいね、本当に覚えれない、マジで人の名前覚えるの本当に苦手なんですよ私。そうでもこれまではその出てきてたから、ずっと顔と名前がそのここに出てきてたから、それでなんかその話しながら、あそうそうそうって思って覚えてたんですよ、顔と名前が一緒に覚えれたけど、でも出てこないから無理、どうしよう、アクリルプレートに自分の名前書いていこうかな。え、最高、マジそうしてほしい。え、でも覚えてる。え、ほんと全員、マジピョンズ全員名札装着でお願いしたい、マジで。え、もちろんそのなんだろう、なんかこの人はこういう特徴みたいなのがある人ってほんとすごい覚えるんですよ、めっちゃ。なんかいつも洗濯はしてると思うけど、いつもこの T シャツみたいな。そうとか、え、だからもう無理です、あの名前なんでしょうとかやめてください、マジで。もうそう言った人はもう絶対覚えないこれから。逆に私は誰でしょうって言った人の名前はもう覚えません。もちろん全く覚えてないわけじゃないですよ、ゼロじゃないけど、そう。ゆいゆいの覚えてるよは覚えてない、それはさ100覚えてないわけじゃないでしょ、知らないけど、ゆいゆいじゃないから分かんないけど、私は。いつもありがとうって初見さんに言いそう、やばい。髪型変わってマスクされるといつも話してるピョンズでも誰だっけってたまになる、ですよね、ですよね。やばい、ほんとお腹と背中くっつきそうなレベルでお腹すいた。プリンあるんですよね、キャラメルあるんだった、
昨日もらった、昨日もらったキャラメル食べよう。血糖値上昇、眠くなるやん、やば。そう、昨日メイク部屋でキャラメルもらったからこのリップとかキャンディーとか入れてるやつの中にキャラメル入れてた。明日寝坊しないための対策はしてありますか？え、今のうちに配信をして、あの置くことです。今のうちに配信をして今日の夜早めに寝ること。美味しいキャラメル。ミスターからさ、ジョンマイラブの名刺もらった。全然使わなかったからあげるって言ってもらった。肉書きされてた、うさぎ。下マスカラいいや今日。いやでも下もしよう、やっぱり。全然時間めっちゃあるんで、なんかすごい、みんなすごい、なんか大丈夫って言ってくれてる人とか、時間教えてくれてる人とかいるけど、あの全然マジ大丈夫です。心配しないで。時間なくなってきたら一人で勝手に焦っていくだけなんで、心配しないでください。
う私時間を言われるとねやりたくなくなるんですよ配信なんか早く終われってことなのかなって思っちゃって配信続けたくなくなっちゃうんで、むしろ気をつけてください。なんかこの時間までにこの時間だったら教えてって言ってたら、そう、その時は時間教えてほしいタイプの人間なんですけど、ごめんねわがままで。そう、でもなんか今何時です今何時ですってめっちゃ定期的に言われると、なんか私配信なんか邪魔なのかなとか思うようになっちゃう。そう、なんか今日のそのじゃあ例えば23時59分とかやばいってなったら、その時は教えてほしかったりとか、そのじゃあ12時に12時だとむずいな、1時にじゃあもう配信終わりたいっていう先に言ってて、みんな1時に教えてって言ってたら教えてほしいけど、マジわがままそう、でもそうじゃなかった時にもうすぐですって言われるのめっちゃ嫌いなんですよね。気をつけて。今日は時間ある。今日のファッションは、今日のファッション、今は全然めっちゃラフな格好です。はい。キャラメルが美味しいです。まだ今はラフなので、ちゃんと可愛い格好で着たいと思います。このマスカラマジでいいんですよね。めっちゃ目の存在感アップしてくれる。まつげ、まつげめっちゃまつげって感じしない？うん、あ、ついちゃった。そう、でもつきやすいのよ、まぶたに要注意。昨日はウェルシアさんとのコラボキャンペーンだったので、水色の服を着てウェルシアさん意識をしていきました。えらい。
キャラメル何口で食べてんのって感じですよね。すいません。でも一気に口に全部入れると喉やられる、甘すぎて、よし。あ、明日の夜配信、明日多分夜配信できるんですけど、その時にあの あれします。橋本春奈のやってみっちゃのボイスパーカッションのやつ見ましょうね、一緒に TVer で。5月9日までらしい。よろしくどうぞ。全然この後多分 YouTube に載るから全然それはそれでいいんですけど、一応ナーミンがガパオライスは飲み物って言ってたけど本当ですか？知らないですあのカフェまだ行ってないんで知らないです。あとガパオライス頼むかもわかんないんで知らないですはい、すいません。ナーミンがそう言ってるんだったらそうなんじゃないでしょうか。知らないです申し訳ない。台湾麺混ぜそばうまそう。時間があれば今日の金曜ロードショー一緒に見たかった。何でしたっけ今日の金曜ロードショー。ルパン、うー、なるほどね。でもまずだって8時半までやってるでしょ。でそっからじゃあサインとか多分書いたりとかするじゃん。で写真撮るじゃん。もう絶対的に9時にはもう間に合わないじゃないですか、その時点で。なので申し訳ない。あと明日早い、だから絶対無理。明日が遅ければねどれだけでもって感じだったんですけど。あ、マッチ飲みます。うん、キャラメル食べた後だから絶妙な味。ゴールデンウィークキャンペーン20万超えおめでとう。え、なんかあるんですかこれ。なんか全然あれしてなかったけど、全く目標とかにしてなかったんですけど、なんかあるの？全然知らない。もう最近全然あれしてなくて、これに力かけてない。たまたま行ったみたいなありがとうみんな。ちょっと調べる。
これか、違う、これか。ゴールデンウィーク20万ポイント達成、ギフト券をプレゼントします。だって、やったー、ありがとう。ありがとうございます。嬉しい、え、本当に嬉しい。万歳。選べる海鮮グルメギフト券、ありがとうございます。やったね。海鮮の話してたからかな。海鮮ゲット、万歳。うん、キャラメルなくなった。なんかいろんな味があるやつだったんですけど、でも一番スタンダードの味にしました。なんかチョコレートとかいっぱいあった。でも食べられないから、ここはやっぱ。銀歯ないんで、ちょっと待ってて、ネイルの準備。どのくらいまでできるかな。爪、と時間が許す限りやっていきたいと思います。コートは買えました。あれ買ってこの中入れたっけ、この中入れた。そう、別の100均に行って買ってきました。買えてよかった。一応2本買ってきました。うん、なんかいつなくなってもいいように。でもまだ1本目、もともとのトップコートのやつが使えるので、そっちを優先して使ってはいくんですけどって感じです。よし。そう、100均で買いたかったものは全部買えたはず。眉毛のパウダーも買ったし、ネイルのも買ったし、なんかその別の100均に行ったら、私がずっと欲しかった12の透明ケース、前まで使ってたやつ壊れたって言ったじゃないですか。でもその透明ケースがあったので、それも買ってきました。嬉しい、よかった。万歳。ということでネイルしていきます。そう、眉毛のパウダー
買いたくて、なんかまだ使えるんですけど割れちゃったんですよね。だからそれを持って、そのそれをメイク道具に入れて現場に行くのも怖いなと思って、なんかもしものことがあった時にさ、ファーンってなったらめっちゃ怖いじゃないですか。だから新しいのを買いました。でその割れたやつはでもまだ全然使えるので家で使っていきたいと思います。百均はしごって庶民みたい、めっちゃ庶民なんですけど、いつから貴族に見えた私、めっちゃ庶民。あれめっちゃ庶民だよ。5000% 庶民。ドボンだけ貴族あと庶民。なんか久しぶりにつむつむにハマって、え、もうなんかね、ほんとこの間3日のオフの時にもうなんか何にもなんかすることなさすぎて、なんか暇だなと思って携帯触ってて、そしたらつむつむ見つけて携帯の中に、つむつむやってました3日の日。めっちゃなんか不意にツムツムにハマった。やばい、うん、え、高校以来、マジそう、高校生以来ツムツム。もともと入ってました、高校生の時やってたよく。つむつむハート5回分だけ勉強の休憩とか言ってやってた、うん、アプリ残してます。なんかあれアプリ消すときにさ言われるじゃん、なんかデータも全部消えますがよろしいですかみたいな。あれがマジなんか鬼ですよね。え、めっちゃやってたんで私昔。だからなんかめっちゃいろんなそのデータがめっちゃあるんですよ。データなんていうの、その記録みたいなのがめっちゃ高くて、それを消すって鬼だなと思って、つむつむ消せてない。そんなめっちゃ強いわけじゃない、姉の方が強かったです。はい、つむつむは。ドボンとか一生消せないよね。え、マジそう。でもさ、私はさ、ドボンはさ、アイドルやめたらさ、このデータは勝手に消されてしまうんですよ。そう、マジでつらい、本当につらい、やだ本当にやだ、どうしよう。差しゅうが先か卒業が先かですよね、マジで本当にそう。どちらが先か、
でもほんとこんなにやり込んでるゲームは初めてです。携帯ゲーム、こんなやり込んでる携帯ゲーム、なんかスイッチのゲームだとあつ森めっちゃやってて、あつ森もね久しぶりにねなんか開こうと思った。なんかいろんなものを久しぶりに開こうと思ってます。今だってあつ森とか私何百時間やったか分かんないっすよ、マジやばいと思う。今スイッチの多分充電すらないからちょっと見るのもあれだけど、見ることもできないけど、ほんと永遠にやってました。ずっと島開発してた。やばいよね、永遠に島開発してんのやばい。でもまだ終わってない、終わってないけど、なんかなんでやめたんだっけ、なんかやめちゃった。メンバーの誰よりもやってる。え、マジ絶対メンバーの誰よりもやってますよ。なんか強者って呼ばれる人たちいるじゃないですか、絶対そのめっちゃさなんかいろいろ交換したりとかさ、ツイッターとかでさなんか募集してますみたいな、ああいう方々よりはやってないと思うけど、でもそれその方々の層の下ぐらいにはいる気がする。やりまくってる率。なんかこの間他のメンバーがなんか、え、あつ森私こんなにやって、なんか久しぶりにすごいなんかハマってるらしくて、その子たちがすごいなんか喋ってて、プレイ時間こんだけなんだけどみたいな話してたんですね。いや私もっとやってるわ絶対と思って言わなかったけど自分のプレイ時間ちょっと忘れちゃったから言わなかったけど、でもわやばい、私のプレイ時間言ったらなんかもう怖って思われそうと思いながら言わなかったですよ。そうなんかあの私はその会話の中に入ってなかったので、まだその時その会話の中に入ってなかったので何も言ってないですけど、でもそう頭の中では私それよりやってるわと思ってでもだから強いとか弱いとかじゃないんですけどね、別にむしろその時間他のことしろよって感じかもしれないですけど、なんかテレビ見ながらとかやってたのよあつ森。そうだから気づいたらそんだけ時間過ぎてたみたいな感じ。そうそうそう、スプラトゥーン持ってないんでできない。私が持ってるスイッチはポケモン、ソードシールド、あつ森、桃鉄、ぐらいだっけ。あれあれってさスイッチだっけ、あのなんか脳の診断の測定のやつみたいなやつってスイッチだっけ、忘れた。
でも基本全部ファンの方にもらっています。そう、スイッチのソフト、あ、待って、うわ待って、やばい、これ取れやすいかも。今回も表面削るの忘れた。うわすぐ取れそう。特に人差し指絶対すぐ取れる。いいわ、もう終わった、最悪。そう、表面を削らないと長持ちしないんですよ。てか表面削ったら長持ちするってことに気づいたんですよ。だからなるべく表面をさ削るようにしてたんですけど、削るの忘れてました。なんか他の爪は多分この間剥がした時に傷ついたからそう大丈夫なんですけど、ちょっと人差し指だけは、そう傷ついたやつがもう復活しちゃってて綺麗に取れちゃってたからきっと無理だな。どんまい。そう表面を削るとそのボコボコ、なんかだからパズルみたいな、パズルっていうかなんだろう、歯車みたいな感じですね。そう丸い歯車よりボコボコしてる歯車の方がうまくはまって回るじゃないですか。そういう感じです。そうそうそう、それをやってたんですけど忘れました。今回やらかしい。まあいいや、取れたらまたやればいい。だって100均だから強100均だから強。D さんハートありがとうございます。そうでもだからだと思う、この1週間ぐらいほんと全然取れなかったの今回、うん、ちゃんと表面傷つけたんですよ。なんか言ってること怖いけど、うん、もう2時、まだ大丈夫。こんにちは。前髪はどうしよう。カフェコンセントあるかな。一応整えてはいくけど風強いんでしょってなったらボサボサになっちゃうからやり直したい気持ち。この間のお渡し会もさ、梅雨でさ、梅雨じゃない雨でさ、めちゃめちゃだったじゃないですか前髪。マジ辛かった。そうだから。持ってこうと思ってたんですよ。あのちっちゃめのアイロン。でも忘れてた。
右手は、左手は確実に終わるんだよな。右手どんくらいまでいけるかな。ネイル終わるかな。こんにちは。橋本って言わないで、ハルピョンって言ってくれる？やだ。ハルピョン、ありがとう。カフェの CD 代金は現金のみなので気をつけてください。だってみんな現金のみだって気をつけて。いつもいらないかな。2つでいいか。3つあったらあったで可愛いから3つでいいや。アイドルになって、いやでもなんか私はなんかめっちゃスタッフさんに橋本ちゃんって呼ばれるんですよ。嫌なんですけど。めっちゃ嫌だけど、何も言ってないけどめっちゃ嫌だ。まあでもそういう運命ですよね、橋本って。嫌だけど嫌ですなんて言えないしさ。星別の爪にしよう。ちょっとここハートがいい。前にファンの方からもらった可愛いネイルのストーンにします。ハートがいい、可愛い。こっちの方が
て、かわいい、キラキラ。やっぱさ、個別もそうだけどさ、お話し会もお渡し会もさ、ファンの方近いからさ、普通の時よりも音色がはかどる。コンサートとか劇場より。見てもらいたい人たちが近くに、そう、手元を より見てくれる状況にいるじゃないですか。だから音色がはかどります、いつもより。お渡し会でめっちゃ手元見ます。だってぜひ見てください。可愛いネイルしてるんで、今日今ちょうど綺麗にしてると見ちゃう。今綺麗にしてるからぜひ見てね。やばい、ティッシュ全然取れなかった。こんだけしか取れなかった。こんにちは。こんにちは。なあ、やばいな、やっぱりここについちゃってるな。指についちゃうと剥がれやすくなるんですよ。だから指から今剥がしてティッシュつけてたんですけど、ティッシュつけてた、ティッシュにつけてたんですけど、ついちゃった。女の子は大変だ。でもやりたくてやってるから楽しいよ。自分のテンションだったりモチベを上げるためにやっているので楽しいです。
と自信にもつながる。本当によし、今日爪可愛いから大丈夫って。マジ根拠なさすぎるんだけど。でもそれで大丈夫って思えるならすごくない？強くない？だから、こんにちは。右手むずいですね。はい、頑張ります。まず左手。だから別に何だろう、うん、楽しくてやってる。こんにちは。すごっ、キャラメル食べたらお腹すならなくなった。天才。でも多分脳が錯覚してるんですよね。血糖値が上がってお腹いっぱいってなってるだけなんです。でも絶対お腹は空いてるので。早くカフェ食べたい。親指できた。キラキラかわいい。親指がね、一番ね、時間がね、長い。面積広いし。そう、本当にそれ、お腹と背中がくっつく前に食べたい。人差し指は星。中指、あ、あれにしよう、ピンクのハート。これも可愛いやつ。
これも可愛い。これ親指にしようかな。この辺も可愛い。こんにちは。今日のメイクいい感じ、ありがとう。前髪やってないけど。これにします。これもファンの方からいただいた可愛いやつ。マジで嬉しい。ネイルシールプレゼント。マジで嬉しい。あ、でも白のとこの方が映えるかな。確かに白のところに。ハートの方が映えそうなので、ここはキンキラ、なんかすごいキラキラにしよう。これこっちね。剥がれちゃったらね、悲しい現実なんですけど、でも剥がれるまではずっと一緒に共にしようって感じ。ネイルシールさん、共に生きてこうって感じ。髪留めも可愛い、ありがとうキティちゃん。シール貼ってから、一旦トップコート塗って薄くね、でシール貼ってくっつけて、で上からまたトップコートって感じ。そうだから、そうだね、そんな感じです。何回も重ねてます。でもそっちの方が強くなるから、何回も重ねた方が、そうだからいいんだよね。こういうデカデカパーツとかはさ、もう重ねないと剥がれちゃう。そうなのよ。トップコートとかもめっちゃ塗らないと。剥がれちゃうんです。めっちゃ剥がれそう、この時点でもう。強い爪で街に繰り出そう。言い方言い方。あ、間違えた。トップコート塗りたかったのに。危な。セーフ。
違うの塗ろうとした。薬指何色にしようかな。小指はこれ貼るって決めてるのでこれを貼ります。本当に戦ったら強そうな爪。あーいますよね。なんかすごいめっちゃ長い人めっちゃ長い人。今日のネイルのテーマはかわいいかわいい。やばいやばいやばい、固まっちゃダメ。この状態で固まっちゃダメ。ちょっと待って、ちょっと真剣。あ、ダメだ。ちょっと待って。まあ、一旦大丈夫。全集中。八の呼吸。爪の型。やばい、全然鬼滅見たことないのに見たことありそうな発言しちゃった。ごめん、全然見たことない、ごめんごめん、めっちゃにわかごめん。あ、ここにこれむずいかも。違うとこに貼ろうかな。ちょっとこれむずいわ。違うとこにしよう。言うてこれもむずい。あ、でもいけてる。順調。ぼちぼち。
右手と左手、そうだね、やっぱそりゃ利き手じゃない方を作る方が簡単だ。利き手を作る方が、利き手じゃない方で作業しなきゃいけないからむずいけど、でもそれを分かってるから、利き手じゃない方の方が、利き手の方が簡単なデザインとかにしがちなんですよ。だからこそ右手の方がむずいみたいな、なんか難しい、そういう理論みたいなのもあります。やばい、むずい、発言がむずい。そう、ゆういちさん、ハートありがとうございます。哲学ですね。はい、哲学です。でもいい感じ。ちょっとあとは上からトップコートを重ねて、重ねて重ねて剥がれないようにしていきます。こんにちは。めっちゃいい感じ。そう、みんな昨日さ、昨日だっけ言ってた、ゲットレディー3日に言ってたんだっけ、忘れたけど、見終わりました10話分。すご、まあでも倍速で見てるから。そう、10話9話10何話、わかんないけど見終わりました、溜まってたやつ。何倍速かはちょっと分かんないけど、倍速で見ても話入ってきますよ、全然入る。やっぱりそのなんて言うんですかね、一気見してるからこそ逆に余計に話入ってくるって感じ。その先週の分とか覚えてなくていいから。え、面白かったです、めちゃめちゃ。なんか現実でもこういうお医者さんいたらいいのになとかも思いつつ、でもまあやってることは犯罪だよなとかも思いつつ、そう、ちょっと難しいけど、でもそれくらい何でも治せるようなお医者さんやっぱいたらいいなっては思いました。私は一気見タイプなんで、教場はまだ終わってないじゃん、教場今やってるばっか途中でしょ、だから終わったら見ます。やっぱいつまでかかるんだろう。
そうだから何でもあれぐらい妻夫木さんぐらい何でも治せるお医者さんが普通に医者としていたらいいなって思いました。そう普通にね。朝日さんハートありがとうございます。本当にいるかも。どうですかね、何でも治せるお医者さん。ブラックジャック的な髪型ってことでしょ。ブラックジャック見たことないけど結局それのそれって感じじゃないの、あの髪型の意識的に違うのかな。はじめまして、かわいいです。キティちゃん好きですか？キティちゃん好きですよ。キティちゃんグッズというか、結構持ってます。AKB とキティちゃんがコラボしたやつとか、持ってます。キティちゃん。かわいい。よし、できた。右手、左手。完成。なんかここら辺になんかついてる感半端ないけど、後で手洗って落とそう。かわいい。はい、ちょっと時間ないんで右手もやります。右手はちゃんと表面傷つけます。さっき忘れてたから。うわ、左手取れんの早いのかな。まあでも左手はね、やるのすぐだからいいけど。まあでもできることならね、取れてほしくない。こんにちは。すごいなんかネイリストさんみたいな、こんにちはって爪削りながら言ってんの。めっちゃネイリストさんみたい。どんどんやっていきますよ。パッパッパーっと。やらないと終わらない。お店出してお金取るには免許いると思います。免許っていうか資格
みたいなのいると思いますよ。私はお店出す気もないし、資格取る気もないし、お金取る気もないので、これで自分でやってるからそれで満足って感じ。なんか自分でやってるからちょっと多少適当でもいいじゃん。人にやるって なってるわけじゃないから、多少適当でもいいかなと思ってやってるだけで、多分人にやるってなったら相当の本当なんかもっと綺麗にやんなきゃいけなかったりとか、その人に満足してもらえるようにならなきゃいけないから絶対大変なので、セルフだけです私は、うん、タンベマーボーさんハートありがとうございます。ありがとう。かわいい。一生稼げるのってなんだろうね。AI とかにも乗っ取られずに一生稼いでいけるもの。別にそれが数百億とかじゃなくていいんですよ。普通に普通の暮らしができればそれでいいレベルの稼ぎで。一生稼げるもの。アイドル一生は無理よ踊れなくなりますから。料理人やば、ゼロむしろ500マイナスぐらいの状態から始める人に言うことじゃない。医療、結局でもそこまで稼がなくても、だってお医者さんって高いって聞きますよ。そこまで稼がなくても大丈夫。そんな贅沢な暮らしは求めてない。確かに医療は AI でもできる。確かにそうですよね。やばい、お腹空いてきちゃった。もうキャラメルない。差し入れ一人一個だった。
キャラメルない無理。でも絶対2個以上取れるぐらいの量はあった。でもそんな食い意地張ってるって思われたくなかった。やばい、お腹と背中くっついちゃう。プリンあるんですよ、さっきも言ったけど。でもプリンは手使って食べるから、なんて言ったらいいの、キャラメルとかはさ口に入れて溶けるじゃないですか。でもプリンはもう、はい次、はい次ってすぐ入れなきゃいけないから、そうプリン食べてる余裕ない。やばい、見てドロドロ。お腹鳴った、ちょっと待って、ちょっと待って、今やること、今はちょっと親指がやばいです。よし、一回固めます、とりあえず。大丈夫、はい。能登で地震、また能登めっちゃよく地震起こってるよね。石川で震度6。あとはね、最近地震多いですよね。最近もうほんとここ、まあ、ずっと多い地域ではあるんですけどね、ちょっと増えてきてますよね。不安、震度6強、え6強ってちゃんとじゃない？私お腹空いてるとか言ってる場合じゃない。待って、マネージャーさんから連絡来てた。やばい、倒れてっちゃった。待って、あ全然今のはめっちゃ普通に私の膝が。あれだっただけ。
回の地震による津波の心配はない。それはよかった。ラピオンは大丈夫です。ね、気をつけるな。今日石川だからめちゃくちゃ揺れました。珠洲市はね、あれですよね、イベントで行ったことある。みんなも気をつけて、マジで。マジごめん、こんな時にお腹鳴らして。本当にお腹が空いている。確かにこの後もっと大きいのが来るかもしれないから、みんなも気をつけよう。とりあえず今爪を固めてます。何時まで配信しますか？あと30分ぐらいかな。30分もしないぐらいで、多分爪は出来上がると思います。爪が終わったら終わり。2時間、え、そんなやってる？もう早っ、やば。ラピオン大丈夫、ありがとう。え、生きてるよ、見て。え、めっちゃ生きてるんだけど。
私何が見えてるのみんなには。じゃあ、ね、焦ってきた。待って、焦らない、焦らず慎重に、とりあえず私は慎重に。やばい、お腹鳴ってる。ね、めっちゃ聞こえないでほしい。マジで耳塞いでほしい。めっちゃ地震来てるっぽい。え、配信やめた方がいい？でも私にできること何もない。今配信やめたとてネイル特攻させることしかできない。連続で地震が来てます。なんでだろう。震度6強が来てから数分ごとに余震が発生してます。ひかちゃんが755で大丈夫って言ってるから大丈夫そうだって。え、
ひかちゃんまだ755存続してんだ。喉がめっちゃ揺れてるんだろうね、きっと。富山と石川って近くて遠い？近くて遠いというか、むずいですね。そんな遠くはないけど、なんて言うんだろう、能登と富山は、まあ、地面は遠い。なんて言ったらいいんですか。そうですね、感じ。そう、海があるんですよ。だからむずいんですけど、なんて言ったらいいのか。直線距離はめっちゃ近いんだけど、その陸で行くと遠いみたいな。神奈川と千葉の感じ神奈川と千葉の感じが分かんないんだけど、多分そう。やばい、余震が止まらないです。え、待って、これネイル固めてるあれじゃない？今、私、もしや。大丈夫そう。ちょっと待って、他のメンバー配信どうだ。でも普通だ、普通な感じだ。そうなんですよね、やめたとって何もできない私今。
たとてネイル続行するぐらいなので、全然やめたらやめたなんですけど、毎日アイドル的には15分経ってるので、15分どころかめちゃめちゃ経ってるらしいんで、みんなやめだしたらやめたらいい。でもさ、やってないんですよね、みんな。まずもともと多分みんな配信をやってないこの時間。そう、全然人いなかった、もはや。そうだよねって感じ。この時間なかなかやらないですよね、みんなね。私は今日ちょっと夜できるかわからないっていうのがあってやり始めたって感じだけど、大抵夜やるもんね。でも本当にやめなきゃいけなかったらスタッフさんからやめてくださいって来そう。え、でもあれなんですよね、なんか最近マジさ、携帯の調子か LINE の調子か分かんないけどおかしくて通知来ないんだよね。そうだからやばいかも。ちょっと待って、一回でも電話は来るから大丈夫。その時は電話来そう。さすがにやめてって言ってんのに配信してたら電話するよね。まあでももう間もなく私も詰め終わるので、どっちにしろ配信はそろそろ終わりたいと思います。はい、
ちにしろやめます。どっちにしろ爪も完成。ちょっとなんかこれ水色だけちょっとダサいかな、変えようかな。なんかここだけ水色なのちょっとダサい感じしたから変えます。ハートにした。いやどっちにしろ爪終わったし、まあやめたとてできることはないんですけど、とりあえず私は自分の身の安全を確保しながら、その原宿表参道店に行くだけなので、はい、みんなも気をつけて来てください。私はとりあえずあとは爪を固めます。ということで、それではとりあえずランキングを読みます。いきます。1位丹部麻婆改め T 学さん、ありがとうございます。2位 D さんあと話し会ワクワクさん、ありがとうございます。3位トラック野郎あとゴリさん、ありがとうございます。鼻が。4位、アーターさん、ありがとうございます。5位エンドレットあとピョンズさん、ありがとうございます。6位ニャーコさん、ありがとうございます。7位マックミックさん、ありがとうございます。8位スミちゃん、ありがとうございます。9位ともゆきさん、ありがとうございます。10位中田さん、ありがとうございます。11位ゆういちさん、ありがとうございます。12位くじのだいごさん、ありがとうございます。13位ギャローさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。みんなももちろん私も気をつけるけど、みんなも気をつけてください。本当今日はお話お渡し会か、明日はお話し会もあるし、今日はお話し会んむずい今日はお渡し会があるし明日も お渡し会ん今日はお渡し会があるし明日もお話し会があるので、皆さんも気をつけて、今は涼しいだけど、それがいつどこで起こるかなんて本当にわからないので、みんなも気をつけてください。私も気をつけます。ネイルはもうちょっと固めたいけど、デザイン的にはいい感じにできましたので、ぜひ今日のお渡し会でまじまじと見ていただけたら、まあ別に見なくてもいいんですけど、はい、自分のモチベ上げのためにやったやつなので全然見なくてもいいんですけど、可愛いねって言っていただけたらもっとモチベ上がるんじゃないかなと思うんで、まあ喋ることないなって方はぜひ
言っていただけると喜びますということで、それではちょっと待ってね、ちょっとここだけ固めて、よし、それではありがとうございました。また今日の私会でお会いしましょう。え、マジで全然誰からも連絡ないけど大丈夫そう？逆に大丈夫そう？逆に大丈夫そう？そんなことある？まあ、いっか。ありがとうございました。逆になんかマジで大丈夫そう？うん、とりあえずありがとう。最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで9699人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表春ぴょんこと橋本春奈でした。本当にありがとうございました。また表参道原宿店で言いたいだけ、表参道原宿店でお会いしましょう。ありがとうございました。またね、前髪もちゃんと整えてから行きます。バイバイ、ありがとう。